ちは。こんにちは。はい。さあ、今シーズン前半キラキラ輝いた若手選手格第2弾ということで、はい、今回は現時点でのセリーグの B クラスのチーム、パリーグの A クラスのチームから何名か豊さんにピックアップしてもらいます、はい、ということで、まずは阪神です。阪神、阪神の、はい、誰だっけ、投げる阪神、あ、湯浅、はい、そうです。男前だな、かっこいいです。あ、モデル体型だもん。いや、そうなんですよ、顔小さくて現代っ子ですよ。大体野球選手は顔でかくてさ、はい、え、お前何センチって言ったら180何センチですって顔がでかいからそんな見えないやつが多いんだけどさ、中でももう、うん、出ましたよ、出てきましたよ、かっこいいよ。はい、まあでもね、やっぱこう投げっぷりもいいな、はい、あ、俗に言うさ、怖さを知らないとかいろいろ言うんだよね、甘いボールは打たれるぞとか、はい、でも甘いボールも打たれないぐらいの球威もあるしね、はい、いいね、いいですよね。なんでかね、伸び伸び投げてるよね。それは今の若手とかに特徴かも分かんないよな。うん、だって昔はこのピッチャーは来年出てくれたらとか、はい、再来年出てくれたらいいなとか、最初から出てくるもんな。出てきて初登板とか言って、初登板の時は1球だけ緊張して、あとは伸び伸び、はい、もう楽しくできました、投げちゃってますよ、はい、もういいよ、すごいよ、やっぱなんか そういう感じの多いですね。精神的に強いのか脳幹事なのか、うん、ねえ、分かんないけど、はい、悲壮感がないのがいい、ね、うん、そうですね、うんうん、まあ、その一人がまだ湯浅投手、はいはい、もあり、まあ、ピッチャーで、まあ、伊藤、はい、これまたおっさんなんだよ、はい、あのおつき方はおっさん、はい、そうですね、 あ、うん、あのテクニックはね、はい、2年目と思えないよ、うん、1年目もすごいなと思ったんだけど、はい、なんか落ち着きあるな、あります、安定感もありますしね、見ててなんか井川、あ、はい、みたいな感じになるんじゃないかなと思って。あ、井川投手、はい、あのチェンジアップはいいよ、うん、内川が言ってたよ、はい、井川のチェンジアップが一番良かったって、球種の中で言えば、はい、それどういう表現したと思う、内川が、よくない、投げた瞬間から、はい、井川が糸で引っ張ってんじゃないかって思うぐらい来なかったって。あ、そうなんですか。そのぐらいうわーってこう打ちに行っても来ないんだって、その感じと似てる。じゃあまた他の選手とは違ったタイプの投手というか、あ、そうだな、うん、いいピッチャーだな、阪神ピッチャー、いいピッチャー、だから今その150キロが平均的な球速になってきてるけど、はい、そこまで投げれないけどさ、はい、ピッチャーって球速じゃないな、うん、そうですね、コントロールとコンビネーションとか、うん、あ、いいピッチャーだな。そうですね、うん、そして野手では熊谷君、はい走りなさいって、走りなさい、速いよ、速い、あの子、はい、あの子の足は魅力だな。阪神足速い選手も多いですからね、うん、顔もこうジャニーズ系だしね、はい、なんか阪神さイケメン、イケメン増えたな、はい、昔阪神ってイケメンいなかったの。真由美さん、いや真由美さんは別格として、はい、あれはもう突然変異だ変異だったんですね。いや、なんかお笑いのネタになってたぐらいだったんだから、はい、昔は。掛布さんはダメでしたか。掛布さんはカッ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 掛布さんみたいな子供が出てきちゃった掛布さんに似た、いましたね最近。だからそうなんで、中野選手もそうだし、だから女性人気は増えてんじゃないかなと思って。いや、そうだと思います、ね、熊谷なんかもうアイドル系だもんね、うん、はい、オリックス戦だったかな、一塁盗塁してヘルメットにボールが当たって、うん、そこから一気にホームに帰ってきた、うん、あの足は魅力だわ、うん、あとはやっぱこうバッティングとね、はい、守備がね備わってくると、うん、すぐレギュラーになるんじゃないかなと思う、ね、楽しみです、ね、楽しみ楽しみ。さあ続いて巨人です。これはお前大勢だろう。まあそうですね、お前巨人に大勢いなかったら大変なことになったよ、はい、今年どうなってたでしょうね。辰川さん言ってたな、再開予想にしてすいませんみたいな、うん、原監督に謝り行ったんですか。でも大勢の存在があそこまでできるとは思ってなかった。でだから大勢がやっぱこう屋台骨を多少支えてるっていうことはあるんだよ。新人ですよね。だって一番困ってた場所だからな、抑えって、はい、うん、あれがやっぱ初登板の時に中日戦でピンチになったけど、そこで抑えて、はい、そこからなんかスイ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 をセーブ数を重ねてきたよね。あの巨人の中で今一番いいピッチャー、投げっぷりがいいですよね。それとなんかひょうひょうとしてる。そうですね、うん、プレッシャーって何ですかみたいな顔してるからいや出ないんですよね全くクールでプレッシャーなんかありません、うん、そんな感じだもんですよ、ね、同居も座ってる、すごいルーキーですね。すごいすごい、はい、ね、他どうですか。まあ赤星ね、はい、うん、みんなの下馬評も良くて、うん、
でコントロールも安定しててみたいな、はい、でもちょっと特徴がないんだよな、うん、あいいピッチャーだよ、はい、先発もできれば中継ぎもできるみたいな、そういう使い勝手のいいピッチャーなんだけど、ちょっと特徴が欲しいよね。例えばどういう特徴が。まあやっぱり特殊ボール、うんうん、だあの手っていうのはさ、うん、シュートに近いツーシングみたいなのをバンバン右に投げないとやられるタイプだよね、うん、だそれを磨くといいかなというふうに。それはじゃ あの今シーズンオフに何かまた一つ野球を覚えるとか、まあだねうん、だから特徴が一つできるとものすごく彼も楽になると思うし、はい、持ってる能力がマウンドで出せるようになってくると思う。そうですよね。最初は良かったんだよ、データがない時はね、うん、でもデータが回ってきた時に甘いボールはやっぱボールの角度もないし、はい、まあ、弾き返されるというね、うん、やっぱ特殊ボール、うん、まあ、そういうものがあったらいい。お、はい、他にピッチャーで豊さん山崎より、はい、シューツは悪くはないんだけどね、うん、でも勝ち運に恵まれないというかさ。そうですよね、最初はね勝てたんですけど、うん、っていう、まあまあなんかもったいないよね、うん、やっぱりね若手を育てるっていうのはバッターたちなんだよ、うん、はい、だからバッターたちが若手の時は、うん、もうとにかく打ってやる、うん、打って勝たしてやる、で勝ち星がこう増えてくると自信にもなるから、はい、早くそういう図式を作ってあげないとさ、うん、このままじゃやっぱ若手は自信をなくし潰れていってしまうという形になるから、うん、そうですね、でもバッティングもいいよ。あ、そうなんですよ、魅力あるよ、ね、あ、ピッチングよりバッティングの方がちょっと目立ってるんじゃないかっていうぐらいいいよそうですよね、だから自分が投げるときは自分で援護点というか、そうだな、はい、もう二刀流やらしちゃえみたいなコロナになってる場合じゃないんだ。いや本当そうですね、早くね帰ってきてほしいですけれども、はい、さあそして中日です。中日な、はい、岡林、はい、大島っていうね、はい、いい先輩いるな、見本になる。そうですよね、で1番大島、2番岡林、なんか背中を見て育ってるような、うん、なんか親子関係みたいな、いいあのコンビというかね。そうだね、はい、だから目指すところがやっぱ大島だろうしね、うん、だからいい先輩を見習って、はい、まあ、頑張ってほしいし、はい、やっぱ成長してるよね、うん、しんどいと思うよ出ずっぱりは。まあそうですよね、まあ、だけど一生懸命ね食いしばって頑張ってるから、はい、まあ、そのまま1シーズン終わった時には大きなものを得るような気がする、うん、それはまあタイトルとかじゃなくて経験としてね、はい、だからまあ頑張ってほしいなと思うし、今も本当に頑張ってるよ。そうですね、チーム状況は、ね、苦しいんですけれども、はい、あとはネオ、これあのピッチャーとして、野手だったら取り上げない。ピッチャーとしてまだ数ヶ月ですからね。そうだな、はい、登録するね。いやでもね生ネオ見た、どうでした、雰囲気が変わる、あの球場内の、あへで、なんかちょっとカッコつけてるねいるまあいるんだろうね、どうなんだろう、いや彼にとってはいるんだよ、はい、いる動作なんだ、やっぱねスターだよ、やっぱネオっていうコールがあってワッと出る、歓声が起こる、出てきた瞬間から雰囲気が変わる、だからそういう選手って貴重だよ。そうですね、うん、その中のこのパフォーマンスは気持ちいいでしょうね、まあ、ハンカチ王子がハンカチをこうやって吹くような懐かしいですけど ね、それはもう引退しちゃったけどね、はい、だけどネオはね球速いわ、実際見たところ、うん、同じ150キロでも速く感じた。へえ、うん、ピッチャーの素質っていうのは確実なものがあるね、うんうん、だから楽しみだよ、うんうん、じゃあ、まあ、一応若手のピッチャーということで楽しみ、まあ、もうそう取り上げたけどね、あのいずれかはこれ先発で出てくるってことですよね。ああそうだろうな、うん、まあ、でも先発になるんだったら球種をあと一つぐらい欲しいよね。あ、まあ、今スライダーフォーク、はい、この3種類ぐらいかな、うんうん、まあ、彼は投げてるつもりなんだろうけども他の球種も、うん、目には分からないよ、ね、うん、まあ、だから自己満足だよ、はい、しっかりした形で球種が増えると先発行っても面白いよね。そうですね、楽しみです、ね、スタミナもありそうだもん。おやっぱねバネもあるわ、やっぱ彼はやっぱり投手で行ってた方が良かったんですかね。いやそういうわけではない、野手をあれだけ経験したからピッチャーとして今成績が少しずつ出てきてるのかなっていう気もするし、うん、まあ、一概に言えないよね。じゃあやってて良かったっていうこともあるんですね。そう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 、はい、さあパリーグソフトバンクです、はいはい、野村、野村勇選手、はい、これはまあ足は速いしパンチ力あるしな、はい、まあ、ちょっと男前だろ。そうなんですよなあ、はい、まあ、ソフトバンクは歴代その男前多いよな多いですねなあ、はい、なんていうの、まあ、レギュラーをもう与えてもいいっていうか、うん、そんな感じの選手だよね。そうですね、もう取って代わるようなっていう、うん、やっぱ魅力あるわな、うん、まあ、あんな体でホームラン打てないだろうっていうのが簡単に打って帰ってくるからね、はい、でホームラン打つよりも塁にいた方がいやらしいんじゃないかっていうぐらい足が速いしね、
だから魅力はあるよ、3拍子揃って。そうですね。まあ守備が揃ってないのかな。そこは率がねちょっと悪い。まあ、全体的に打ててないか、パ・リーグのバッターたちは投稿立て、そうだね、投稿立てだからな、はい、っていうのは、うん、まあでも将来的には必ずレギュラーをね、はい、取る素材だよね。うん、そうですね、はい、でソフトバンク他には例えば大関選手だったりとか、大関な、はい、春先良かったけどな、うん、ちょっと捕まり出してきてるという、まあこれはやっぱ疲れの問題もあってね、うん、1年間経験した先輩と、はい、初めて経験しようとする選手では全然違うよね、やっぱりね。ただ疲れた時にいかにこう抑えられるか、まあそういう術を身につけてほしいと思う。やっぱり若い、特に当時なんか前半良くてもやっぱり中盤ぐらいからデータもあるしね。そうですよね、捕まってきちゃうっていう、まあだけどやっぱいいピッチャーだよね、大きいしな、はい、はい。他に結構あと例えば渡辺陸選手だったり、渡辺陸、はい、出た名前、はい、あのホームラン2打席連発、はい、まあ、流してね、うん、あれを見た時は惚れ込んだね。あの非常になんか鮮烈なあのイメージというか、はい、男前ですよ男前ですねやっぱ彼はね魅力あるよ、バッティングは、うんうん、まあ、キャッチャーとしてはどうなのかなと思うけど、はい、あのバッティングは魅力的だな、うんうん、だからそうですね、甲斐選手もいるけれどもっていう、なんかなコレクターにしたいぐらいだよ俺のちょっとちょっとおかしいけど、ね、ちょっと若干おかしなことに意味合いになりますか、うん、まあ、そうそう、コレクターにしたい。いや、あのバッティングのあの左足の使い方っていうのが大好きなの、うん、足首って言ってましたけど、ね、足の、まあ、足首の使い方とかかとが上がってこないという、うん、ここの粘りがあるというさ、はい、ねえすごいな今の子は。それを身につけるんだから、俺が身につけたのが30前後だから、いやもうね、もう身についてんだから、それはいくらでも出ると思う。すごいですね。だから入ってくる前にもういろんなね、うん、YouTube だったりネットだったりでいろいろ勉強して入ってくるんですよね、はい、あと柳町選手びっくり顔ね、びっくり顔、ちょびっくり、いつもびっくりしたような顔してるよね。こんなこと言っていいのかなどうなんでしょう ね、うん、でも愛嬌のあるね、はい、顔して、まあ2年目なんだね、まあ、そうなんですよね、うん、慶応高校、慶応大学、はい、もうなんかねエリートって感じですけど、まあ、エリートだよね、はい、だけどパパーンとこう結果を出してやっぱ疲労なんだろうね、うん、打てなくなって、うん、でまた結果を出し始めたけども、はい、真面目だな、うん、一生懸命やるね彼はね、はい、うん、だからまあそこは好感持てるところだけども、はい、まあソフトバンクの外野手、はい、いい選手がいるから負けんなよっていう。そうですね、うん、あとちょっと一口メモで藤井投手なんですけど、はい、広島から一回出て独立リーグに行って、そこで結果残してソフトバンクに来まして、中継ぎとして防御率0.7です。まあ秋吉も入ったしな、いや同じような境遇だもんな。そうなんです。まあ今ね本当にピッチャー陣が怪我でいないっていう状況に、そうだ、でだけど、はい、いないから取ったんじゃなくて、はい、やっぱり実力があるから取ったんだろうね。それが防御率になってるし、うん、はい、やっぱ使いたいっていう気持ちにはなるよね。だからソフトバンクは今年その新人だったりとかそういう選手にすごくチャンスがある年、あるあるですね、うん、チームは苦しいですけれども、まあそうだ、まあ苦しいって言ったって上位にいるからね。そうなんですよね、うん、それがまたすごいですよね、チーム力とすごいよね。もうめちゃくちゃな負け方するけど次勝つとかさ、なんでしょうね。いやこれは完全に勢いを失ったなと思うけども、うんうん、でも次の日なんということなく勝つんだよね、ポンって。そうなんですよ、なんかこれ大型連敗とかないような。まあそうだね、そうですよね。でもこっから出てくるかもわかんないよ。あ、もしかするとちょっと苦しくなってきてっていう、はい、さあ西武です。西武、はい、子がキャッチャー後輩、はい、まあおっさんなんだよここもおっさんなんですね。中央って若々しかった。でも牧選手も中央だし、そうそう、いつからかすごく落ち着いた。新之助からだな、おっさんは。いや、阿部選手も入ってきた当時まあ可愛かったよ、ね、はい、非常に。そうだな、子がいいキャッチャーだな、うん、とは思う、はい、うん、だから将来的には森との併用とか、うん、まあ、森の方が全然かぶる機会は多いけども、はい、これがだん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 その子がに変わってくるんだろうなっていう、はい、この構えが、はい、まあ、すごくいいのと、やっぱ性格的に落ち着きもあるし、うん、で初ホームランも打ったし、はい、だバッティングも、まあ、そこそこ非凡なものあるし、うん、まあ、佐々木朗希からもカーン打ってるし、うん、だから非常に期待の高まる、はい、うん、後輩だね。そうですね、はいはい、あとピッチャー陣ではどうですか。
水上、はい、怖いね、うん、あのこの前ちょっとやられたけどね、はい、やられたけども、でも水上が入ってきて西武の中継ぎ陣の厚みが増えて、はい、結果として現れてきてるというね。それがやっぱ順位にも今反映されてきてる。そうだな、だからいつの間にか出てきてそんなピッチャーになったんだぐらい安定してるよね、はい、点取れないもんね、なかなかね。そうですよね、点与えないしね、うん、あとどうですかピッチャー陣。やっぱ隅田、はい、カムサムニダ、はい、隅田じゃないね。余計なこと言うとさ、はい、編集大変だからもうやめろみたいなさ言われますね、スタッフから顔してるけどな、隅田、佐藤、はい、ちょっと誤算なんだよね当初より。あ、いや前半戦打てなかった時期あって、うん、怪我人が出てたりだとかで山川一人で頑張ってたんだけど、はい、なんとなくつながり出してきたよ、うん、相手も良くなってきてるし、だからそういう意味ではなんかこう点を取ってくれると勝てるピッチャーだから、はい、それも4点ぐらい取ってくれたら勝てるピッチャーだよ、うん、2人とも、うん、これが後半のキーを握ってるから、隅田と佐藤、はい、これはぜひとも頑張ってほしい。そうするとやっぱり西武の優勝っていうところが見えてくるってことですね。そうだよ、俺は優勝ですもん。そうだよ、そうですよ、頼むよ。そうですよね、そうしたらカムサムニダだよまた編集がって言われますよ、まあ、編集が大変なんだよね、はい、さあ最後楽天です。楽天西口、はい、これはやっぱりいいピッチャーだね、うん、中継ぎ入ってね。まあでもみんな若手ってさ、はい、可愛く思うのはさ、うん、技術が多少やっぱこうベテランよりも薄いじゃない、はい、だから疲れだったら疲れた時、うん、そういう時っていうのは顕著に出るんで、あ、投球にこれは疲れて打たれちゃうなって言ったら打たれちゃうんだよそれは、まあ、スタミナ不足だったり、まあまあ、それもあるしテクニックでごまかせないというね、あ、まあ、そういうところもあるし、はい、だからまあそれがテクニックなんだけども、うん、テクニックさえ身につけたらもう素晴らしいピッチャーなの。まあ、今でもね、はい、もういいピッチャーだけどもさ、うん、これが素晴らしいピッチャーになっていくよね。お、うん、同じ西で西垣選手、あ、非凡なものはあるね。お、ただまだまだやっぱこう石井監督も期待してて、はい、いいところで使おうとしてるんだろうけども、まだちょっと早いような気がするよ。もう少し楽なところを与えないとさ、はい、この前のオリックス戦でもその押し出しのフォアボールを出し、うん、ゲームがね決まってしまった試合があるんだけども、はい、でもやっぱりいいピッチャーだよ、うん、いいピッチャーには変わりはない。ただ少し経験がいるなっていうような、うん、そんな感じがした、うん、だからもう少し楽なところを与えてやった方が、うん、ただね選手を育てるときに厳しいところ厳しいところ差し込んでいくピッチャーもいるんだよ、はい、まあ、木澤なんかそうだよ、ヤクルトの、うん、だけどそこで運よくひっくり返したりだとか抑えて勝ち投手になったりとかしてるけど、うん、まあ、そういうことを狙ってるのかもわからないけど、うん、木澤はストライクが取れるんだよ、はい、で西垣っていうのはちょっと荒れ球だから、うん、まだね、だからもう少し楽なところで使ってあげたら、うん、結果が出てくるピッチャーかなというふうに思う、ね、うん、はい、いやでも本当、ね、前編後編で分けてやりましたけれども、はい、今年は例えばコロナで若手にチャンスが巡ってきたりとか、あと怪我人が出てきて若手にチャンスが巡ってくるっていう、うん、なんかそういう年でもあるので、まあ、それとねやっぱ若手がね、うん、やっぱ堂々とねプロの世界でね結果を残してる、そういう時代、大したもんだよ、すごいですね、そういう時代なんだね、なってきてるっていう、だからこれだけねやっぱり上げただけでも選手が出てくるっていう、まあ、そうだね、だからもう、うん、俺らが入った時なんかまあ40近いのがもうじじいかと思ったぐらいだもんねいや本当に喋れないよみたいな、でも今違いますもんね、今全然違う、もう入った瞬間から仲間だから、そうですね、うん、だって、まあ、いいよ、牧選手もそうですし佐藤輝明選手だって2年目だったりするわけで、そうだね、もうチームの中心になってる人は上げなかったけどね、はい、若手はもっといっぱいいるということでね、そうですね、まあ、ここから後半戦、はい、また新たなね、はい、若い選手が躍動してほしいね、はい、はい、ね、